さらちゃん、ブレイクスーツ上げらして、今回なんですけれども、知らないと損、勝手に違ったもよくするあれをご紹介していきたいと思います。皆さん、たった3日間やるだけで、記憶力が良くなって、脳疲労まで減少して、勉強のやる気も向上して、感情も安定しやすくなって、ストレスに悩まされづらくなるという最強の習慣があったら、取り入れてみたくないですか？じゃあ、それは何なのでしょうか？これ僕もやってるんですが、答えは瞑想です。で、瞑想って聞くとね、あ、おい、待てい、ブレスルー。瞑想ってなんかちょっとうさんくさくないか？って思う方もいると思うので、今回科学的根拠をベースに瞑想のメリットを厳選して2点ほどご紹介させていただくとともに、最後に瞑想の簡単なやり方を僕自身が実践して紹介していきたいと思います。というわけで早速いきましょう。瞑想のメリット1つ目は、やる気と集中力が向上しやすくなるという点です。これかなりメロンダイの研究なんですけども、なんと3日間だけのマインドフルネス瞑想でも、瞑想を行ったグループと行わなかったグループとで脳の働きに違いが見られることが判明したんですね。実際瞑想を行ったグループは脳の前頭葉の DLPFC の働きが大きく向上していたんですね。そしてこの DLPFC はやる気感情を司る脳の超重要部分なので、3日間瞑想しただけで勉強や仕事のやる気も向上しやすくなるし、不安、悲しみ、自己嫌悪、恐怖などの感情を抑えやすくなり、メンタルが安定するということです。さらに最も大きな効果は、マインドワンダリングを減少させることができるということです。マインドワンダリングとは、意識や過去や未来に向いてしまい、今ここに集中できない状態のことです。これが頻繁に起きると脳は過労状態に陥りやすくなると言われています。つまりマインドフルネス瞑想を行うだけで、こうした脳の過労状態を解消することができるようになりますし、今現在集中すべき目の前の勉強にも一点集中しやすくなるわけです。というわけでどんどん行きましょう。瞑想のメリット2点目は、記憶力が向上しやすくなるという点です。ハーバーライン研究で MBSR プログラムと呼ばれるマインドフルネスストレス低減法を8週間行った被験者16人の脳にある大きな変化が確認されたんですね。じゃあそれは何なのかというと、なんと海馬の回復質は 5% も増加していたんですね。ここで海馬というのは記憶と密接に関連した脳の部位であるため、これによる記憶力が増大する可能性があります。実際ワシントン大学研究でも瞑想による記憶力が向上したとの結果報告されているほどです。さらに海馬はストレスホルモンのコルチゾールに蝕まれると萎縮することが判明していて、これはうつ病の原因にもなると指摘されておりますが、マインドフルネス瞑想によって海馬を 5% 増加できるということは、ストレスによって傷ついた脳を修復できると解釈できます。というわけで瞑想するとこちらのように、やる気や集中力が向上したり、記憶力が向上したりなど、あまたのメリットを享受することができるんです。というわけでこれだけのメリットが確認されているのであれば、まずは試しにやってみない手はないということで、今から僕は試しに瞑想のやり方を実践していきたいと思います。その上であるアプリを用いることで、初心者でも簡単にあらゆる瞑想をマスターできるようになるんですが、そこで一役買ってくれるアプリがこちら、ブルーシコミルク。こちら医師専門家が監修した優れもののアプリなんですが、百聞は一見にしかずということで、まずは僕のやり方をお見せします。まず初心者の方におすすめなのが、手軽に始められるゼロから始める王道マインドフルネス瞑想です。こちら瞑想初心者の方に特におすすめで、なんと7日間やるだけで瞑想マスターになることができてしまうんです。というわけで実際の僕がアプリで1分程度実演してみますね。行くぜ。というわけで早速こちらのゼロから始める王道マインドフルネス瞑想やっていきましょう。スタート。ようこそリルックへ。これから7日間でマインドフルネスの基礎を学び実践していきましょう、はい、目は軽く閉じて意識を内側に向けていきましょう。肩の力を抜いて首をすらりと伸ばします。いやー、頭が冴え渡ってスッキリした気分ですね。というわけでこのアプリを使うと、瞑想初心者の方でも音声ガイダンスに従って今日から瞑想が始められてしまいます。さらになんと今なら3日間の無料トライアル期間を特別に設けておりますので、皆さんもぜひこの機会に概要欄からアプリをインストールしてみてはいかがでしょうか。待ってるぜ。コーラーに関してるとボルダーを持ちましたので嬉しいです。ハリーでご視聴ありがとうございました。